コーリングラントクラークコーリングラントクラークはイギリスロンドン出身の経済学者。1931年からケンブリッジ大学で、1942年からオーストラリアのクイーンズランド大学で経済学の教鞭を取った。国民経済を考察するに際して GNP 概念を先駆的に用いた。1941年、ペティ・クラークの法則及び、 ーリン・クラークの産業分類を考案する。外交官、政治学者のグレゴリー・クラークは息子。老いに、ジェフリー・ヒントン。なお、現代日本の産業分類では、工業は第二次産業、電気、ガス、水道業は第三次産業に分類されている。ペティ・クラークの法則とは、経済社会、産業社会の発展につれて、第一次産業から第二次産業。 第三次産業へと就業人口の比率及び国民所得に占める比率がシフトしていく法則。ウィリアム・ペティの政治算術中の記述をもとに、クラークがペティの法則として提示したものである。ただし、ペティ自身が明確に打ち出していたわけではないため、ペティ・クラークの法則とも呼ばれるようになっている。三菱総合研究所編、最新キーワードでわかる。 日本経済入門日本経済新聞社日経ビジネス人文庫2008年203ページありがとうございます。